イオンモール、広島府中は、広島県に秋郡府中町にある、イオンモールが運営している、ショッピングセンターである、ダイヤモンドシティソレイユとして開業。開業当初は、約200店舗だった。2007年9月22日に、運営会社のダイヤモンドシティが、イオンモールと合併したことに伴い、イオンモール、広島府中ソレイユに変更。さらに、2011年10月21日には、 現名称4モール、広島府中に再解消された、補足3、旧名称の一部であるソレイユとは、太陽を意味するフランス語で、建物は太陽をイメージしたデザインとなっている。店舗スペースは、店舗棟が1階から3階までの、全フロアと4階の一部に設けられ、それ以外のスペースは、開放式の駐車スペースになっている。駐車場棟が5階建てで、 敷地面積約12万6千平方メートル、延べ床面積約25万6千平方メートル、店舗面積約9万8千平方メートル、補足4の中にビールの香りが残る活気とにぎわいのある街づくりをコンセプトに作られ、インフォメーションに上流釜を流用されているほか、以前は工場時代の煙突がシンボルタワーとして活用されていたりと、ところどころに、 ビール工場の名残を伝えるものが残されている。また、天井は非常に高く設定されている。キリンビアパーク広島の敷地内にあり、施設所有者はキリンビール、イオンと専門店の一部店舗で電子マネー、ワオン、アイコカ、id クイスプが使用できる。各テナントは建物の西側にイオンスタイル、広島府中、補足1、東側に、 サブカゾーンの LAS。その他のサブカ店舗は、南側の東昇胸に、小島ビッグカメライオンモール広島府中店、キッズリパブリック、従来胸にシネマコンプレックスの広島バルト11、ナムコ、スポーツオンソーリティ、トイザラスベビーザラス、その他、約280店舗が出店している、敷地内にある国鉄 c 十一形状機器は、かつて、段橋駅に、 生体保存されていたものである。1998年8月27日に閉鎖になった旧キリンビール。広島工場の跡地に商業施設を招致する方針が同年9月4日にキリンビールより発表。1999年秋頃までに各店舗を決定し、文化、娯楽施設を併設を目指し、誕生時には中国地方最大級の商業施設が できると報じられた。1999年8月18日に、ジャスコと三菱商事が共同出資するデベロッパーダイヤモンドシティに委託することを正式に決定。工場の施設をモニュメントとして活用して2004年にオープンするとした。また、土地はキリンビールが継続所有するとし、伊東洋華道やマイカル、泉、富士などの案から、 府中町が当時掲げていた水力定住都市のコンセプトに合致していたダイヤモンドシティの案が選ばれた。2000年12月8日、ダイヤモンドシティとジャスコの共同記者会見が広島市内のホテルで行われ、各テナントはジャスコに12巻以上のシネマコンプレックスや行政機関の窓口、サテライトスタジオの設置などを検討していると発表した。 その前日の中国新聞のダイヤモンドシティへの取材で店舗形態はノードストロームのようなカジュアルデパートを目指し百貨店の招致約2000人の雇用が発生するとした2003年3月には商業施設開設に合わせて後の天神川駅の設置を協議していることが明らかになった2003年9月30日にキリンビールが 開業する商業施設の名称をダイヤモンドシティソレイユになることを正式発表した。約10シアターのシネマコンプレックス180点の専門店を設置し、既存のキリンビアホール広島も改装することが明らかになった。2003年11月末時点で3分の1のテナントが決定。2004年2月4日に開業日を 同年3月24日にすることを発表。ナフコ21スタイルやスポーツオーソリティなどの大型店舗の出店。車で40分圏内の約110万人を基本証券と位置づけ、30代の夫婦をメインターゲットに位置づけ、上質で感性のある店作りをコンセプトにした。年間2000万人の集客及び500億円の売上を目指すとした。また、 カード会員向けに19日から23日までプレオープンするとした。2004年3月13日には天神川駅が開業、キリンビアパーク、広島内に2004年3月24日にオープンした。2010年1月から4月にかけてすべてのテナントの3分の一が入れ替わるリニューアルを順次行い、既存店についてもリニューアルや建物内の移転が行われた。その中で、 LAS の1階にモスドが4月に日本国内で初出店した。また、キリンビアパーク広島にレストラン棟が存在した時は建物内にあるキリンプラザキッチン1938などもソレイユの店舗の一つとして扱われたりもしていた。開店時から2013年まで広島府中限定のメンバーカードを導入していたが、2013年7月に 各モール共通のイオンモールメンバーズカードに移行した新旧カードともに割引クーポンの配布や駐車時間の延長サービスなどがあった2016年8月31日をもってイオンモールメンバーズカードのポイント付与が終了しイオンの共通ポイントカードであるスマートワオンに移行された2016年11月18日に増殖旨がグランドオープン 2016年11月の増をオープンで約210店舗のリニューアルを行い約280店舗になった。この増床により総賃貸面積が中四国最大のショッピングモールとなり、イオンモールの中でもオンレイクタウンイオンモール幕張、新都心、モゾアンダーシティに次ぐ4位となった。広島バルト11はイオンモール、広島府中4階にある映画館。 2004年3月24日のソレイユの開店に合わせて開場したティ・ジョイ・東方シネマズ共同経営でティ・ジョイが運営主体になっている。バルト11は他の映画館の閉館などを伴わない新規会場の劇場だが開業時には広島市内に存在した映画会社系の映画館は2000年代後半の劇場の統廃合で小築東洋座。 広島名画座は2008年4月30日に広島投影。広島ルーブルは2009年11月13日に閉館。そして残った広島宝塚1.23も2011年8月末で閉館したので特に運営母体の投影。東方系の広島地区での風切り感の役割を果たすことになる。名称のバルトはドイツ語で森を意味し、 バルト11以外に同様の名称を持つシネコンは同じくティジョイが運営主体で東方シネマズが共同運営している新宿バルト9がある開業時より中四国最大の11スクリーン一般席1957人車椅子席23人の計1980人収容一番入場人数が多いシアター10バルトゴールドシアターは402人収容できる 他、内装や音響に配慮されている。また、座席は、アーウィン社と共同開発した、バルトモデルを使用。また開業時は、シアター10.11が、デジタルシアターに対応していたが、現在では全シアターが対応している。バルト11での独自の施策として、地元ブライダル会社と共同で、映画館を使った、結婚式、シネマウェディングを、日本初の継続実施や、 サルベージマイスの世界初としている生放送による予告編放映などが行われている。HGS はハイグレード席の意味、ノンストップシャトルバスノンストップシャトルバスつばきバス、鉄道バス自家用車駐車場旨5階建てとなっていて、店舗旨と密接している。外部の平面駐車場を加えて駐車場の容量は5000台で、平日は4時間まで、休日は3時間まで無料で駐車できる。 映画を観覧する人は2時間無料時間が延長される。それ以降の料金は30分間200円になっている。周辺の渋滞対策のため、モールの周辺には一周するループ道が敷地内に整備されている。しかし、それでも渋滞が解消されることがない場合、やむを得ず駐車場が無料開放される時もある。駐輪場は2500台分確保されている。 ダイヤモンドシティソレイユに関するカテゴリー、ありがとうございます。